店に来ました。さて、今回やっていくのはね、もう暦上は秋になって、だんだんちょっとね、朝を寒ってなる時も多いと思う今日この頃ですが、今日はね、秋っぽい景品に挑戦していきます。なんかぬくぬくできそうな景品が欲しいよね。ということでやっていきましょう。今日はこちらです。なんだかね、やっぱり小さい子とかもね、お昼寝とかはまだまだするでしょう。ちょっとね、もうタオルケット羽織ってもうぬくぬくしながら過ごしたいですよね。可愛く彩っていきましょう。では早速こちらの景品を挑戦していきましょう。では早速始めていきます。この景品のタイプはさ、あれだよね、なんかこう末広がりって言えばいいのかな。こっちが狭くてこっちが広くなってるから、最初は途中までは真ん中付近まで寄せてって、あとは手前を狙って落とすのかな。ではやっていきましょう。最初は手前と奥を交互に狙っていきましょう。どれぐらい開くかわからないからね。あれ、ちょっと失敗しちゃったかもしれない。ある程度寄せて手前に持ってきたい。間違って真ん中高く掴んじゃったら最悪だから。お、あ、結構動くね。え、ま、なんかさ、これさ、さっきさ、最初の方に取り方説明みたいな感じでさ、真ん中まで持ってって、で、あとは手前に狙うんだよって言ったんだけど、これこのまま奥狙ってもいけそうな気がする。そうだな、でもとりあえず安全策を取っていきましょう。手前も狙っていきます。ビニールだからね、これ景品包まれてるのがビニールだから、ある程度ちょっとこっち来すぎちゃっても滑って落ちてくる、入ってくるからいい感じ。あ、いいね。なんかもうあとは手前だけで良さそう。ある程度真ん中に来たらってさっき言ったんだけど、結構奥と手前もギリギリ狙ってやったから、もう結構真ん中近くまで来ちゃったね。なので手前も狙っていきましょう。なんか最近さ、ムーミンってあんまり、あ、失敗しちゃった。最近さ、あんまりムーミン系の景品って挑戦してなかった気がする。久しぶりだよ、ムーミンって意外といろんなキャラクターの名前がちょっと特徴的だよね。なんだっけ、これはミーっていうんだっけ、玉ねぎ頭の女の子、おばちゃん、多分ミーが、ミーちゃんと、あとは、なんだっけ、スナフキンだよね、っていう旅人の服装を した小人とムーミンでしょ。で、あとニョロニョロ、ニョロニョロ、あの蛇みたいなやつ、ニョロニョロっていうんだよね。手前だね、手前を狙って落としていきましょう。このさ、ムーミンのやつの柄が2種類あるみたいだね。今やってる水色のやつと、あと黄色いやつ、好きな方を店員さんに言って変えてもらって挑戦するといいかもね。ただ結構見た感じだと、このタオルケットの景品って大きさがあるみたいね。結構の大きさっぽいよ、この分厚さ的に。え、どうしよう、なんかさ、ちょっと行き過ぎちゃった気がする。どうしよう、もうちょっとやってみましょう。
どうだ、これで横にして落っことせないかな。はい、はい、ということでね、やっていきましょう。じゃあ、ここに行きます。では、奥側をさっき手前狙ったやつみたいにやっていきましょう。そしたらさ、うまくやってくれるんじゃない、人。え、嘘。え、てっきり今、あと2回くらいで落とせるかなと思ったけど。え、じゃーん、ムーミンのタオルケットでね、サイズがここに書いてあって 110×150 って書いてあるから、結構大きいよね。多分ね、これくらい小さいの、もっとでかいの、これくらい。そうだな、150cm だから、多分僕の足元からこのくらいかな。多分ね、ここまである。僕が 180cm だから、そうだ、大体これくらいある。結構でかいよね。ということは、もう小さいお子さん、お昼寝するようなお子さんとかはもう完全にもうね、全身っていうか。ということでね、こちらのスヌーピーちゃんと間違えた。ということでね、このムーミンのタオルケットをゲットしました。ぜひね、こういうなんかぬくぬくできるようなね、お布団じゃないけど、この魔力をぜひゲットしてみてください。はい、ということで今日の動画はこちらで終わりになります。見てくれてありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録とベルマークの通知をオンにしていただきますと、いつでも通知がいきますので、ぜひチェックしてください。